まあ、そして、今は一切とか、非常に素晴らしい方々が入っていると思います。今後の仕事とかですね。さあ、そして、そのタイムリーヒットとしては、今シーズン初めてのタイムリーヒット。そして、打点としても、阿部神宮での2本のホームラン、4月17日台になりました。はい、それが今年は、どんだけ打ちちょっと遅いですけど、さあ、そしてファンの皆さんも心配していると思いますが、ディープリーは今どうなんでしょうか。いや、もう大丈夫なんじゃないかな。しないといけないと思います。はい、長いですね。とにかく1-1で、勝ち点1勝で、頑張ってみますね。